フランソワ・ポンセは、フランスの政治家、外交官。フランソワ・ポンセ、右は、エア・ハルト・ミルヒ。1937年10月、フランソワ・ポンセは1887年に、セーヌイコーエイコール,コールマルヌ県、プロバンで、高素ハ判事の息子として生まれた。パリ政治学院で、ドイツ学を学び、最初の研究対象として、ジャーナリズムを選んだ。 フランソワ・ポンセの著作には第一次世界大戦前のドイツ帝国に旅行した際の見聞が含まれている。第一次世界大戦が勃発すると彼は不評注意として従軍した。1917年から1919 19年にかけてはスイスに渡りベルンのフランス大使館で報道官として勤務した。この頃から経済問題に関する外交団の一人として アメリカ等と交渉を行うようになった。1924年からは民主同盟所属の国会議員となり、1928年には社会と民主行動所属となり、1932年まで議席を持っていた。その後複数の内閣で次官や国際連盟フランス代表を務めた後、1931年8月には大使として、 バイマル共和制下のドイツに赴任した。ドイツでは、ナチ党の権力掌握の過程と、ナチスドイツの成立を目の当たりにした。首相に就任する数ヶ月前のアドルフ・ヒトラーを、オルレアンの乙女と、喜劇俳優、チャップリンの雑誌と評した。ウィリアム・エル・シャイラーが、第三帝国の攻防において、ベルリンで最も優れた、外交官と評した。彼は洞察力に優れており。 ラインラント新中等のドイツの計画について何度も警告を発した。しかし、フランス政府がこの意見を取り上げることはなかった。1938年10月のミュンヘン会談の後、中毒大使から中意大使へと転任した。10月18日にはケールシュタインハウスでヒトラーと会見している。ヒトラーは後に、フランソワ・ポンセは、 私が知っている限りで最も頭のいい外交官で、ある。ドイツの外交官も含めてである。と回想している。その後1940年までイタリアで勤務したが、第二次世界大戦が勃発すると、ビシー政権の命令によって本国に召喚され、名目上の表議員の職を与えられた。しかし1943年、ゲシュタポによって逮捕され、2年間チロルにおいて、 監禁された。戦後釈放された彼は1948年に赤十字社連盟の常任委員会議長となった。1949年には連合国軍軍世紀のドイツにおけるフランス占領地域の高等弁務官となり、同年11月29日には連邦共和国臨時政府の外交権と自立権を認めたペータースヴェルク協定にコンラートアデナウアー連邦首相、 米英の高等弁務官と共に調印している。その後ドイツ連邦共和国が正式に発足する1955年まで高等弁務官の職にあった。この間の19 1955年からはフランス赤十字社の総裁となり、1967年まで務めた。1978年にパリで没した。息子には、 バレリー・ジスカールデストン大統領下で外相を務めた、ジャン・フランソワ・ポンセがいる。ありがとうございます。